スタジオリバーサイド。こんばんは。はい、こんばんは、ギタリストの竹下敦です。あのね、いつもレッスンに行くときは、結構準備万端で行くんですよ。で、今日、ギブソンのね、このよいしょ、レスポールジュニアのね弦張り替えてもらったんですけど、張り替えてもらってる時にふと気づいたらね、あの左手の爪がちゃんと切れてないことに気づいたんですよ。でやばい、しまったなと思って、で爪切りって借りるわけにいかないでしょ。で困ったなと思って、爪切りそこで買うほどね、お金もないし、でどうしようかなと思ってたんですけど、ちょっと時間があったんで、ギブソン巻きっていう弦をこう絡ませて巻く巻き方ので弦巻いてもらったんですよ、貼ってもらったんですよ。でこんな感じでどうですかって言われて、そうするとギター渡されるとこうふっとスイッチ入るわけですよね。ギター弾く人モードになるわけですよ。そうするとこれいいですよ、これフェルナンデスの爪切り、爪切って爪がこう外に漏れなくて、こう切った後にねゴミ箱にこうホイホイってやるとこで、なんとなくふっと渡されて、いつもの感じでスケール練習の方で、あ、OK ですねって言ったんですけど、その時あれ意外と爪切れてなくても弾けるなと思って、でそのレッスンに入ったんですけど、先生の爪見たらね、やっぱりちゃんと綺麗に整えてあるんですよね。こういうところ差かなと思って、やっぱり準備、物事に対する準備ね、それをやらないとどっかで自分の中で不安要素があるとやっぱりどっか自信がない。でそれを自信がないことを忘れられちゃうところが自分のいいところかなと思うんですよね。自信がないまんま行っちゃうと弾けないんだけど、いざパッと音が出ると割とそういうのバッてぶっ飛んじゃうんですよね。でジャッて弾かれて、だジャッジャッジャッで、はいそうとっとってみたいな感じで、爪切ってないっすよって言い訳ないじゃないですか。だってそんなの爪切ってないギタリストなんてダメだもん。だからね、なんかこうなんつったらいいかな、その場なんとかしちゃう能力っていうか、そういうのがやっぱ大事なんだなと思いました。忘れられるっていうか、まあそれでも弾けるじゃん俺みたいな。本当はそれじゃダメなんだけど、だけどそこで言い訳してるようだとやっぱりダメなんで、瞬間パッとね自分の爪のコンディションが悪いってことを忘れて、もう自信満々にどうですか俺様みたいな感じで弾けちゃうところが自分のいいところかなと思ったりします。はい、違ってたらごめんなさい。はい、竹下敦でした。